私の方からはですね、女性活躍の政府全体の取り組みについてということで、内閣府がやっている直接やっているもの以外のものも含めまして簡単にご紹介をさせていただければと思います。まず政府全体の取り組みをお話しする前に現状と課題といったところをお話しさせていただければと思います。女性の活躍の推進をさらにということでかなりいろんな取り組みをしてございますけれども、最近の状況どうかと申し上げますと、女性の就業率や管理職等に占める女性の割合というのは少しずつあるけれども少しで増加の方向に向かっているということがここに書かれております。データからも分かると思います。また上場企業における女性役員数も約 2.4 倍になったということで女性の管理職割合も過去最高になっているということで女性の活躍は進んできているということでございますけれどもさらに継続させていくということが重要かというふうに考えています。女性を登用するということはですね企業側に経営する側にとっても大きなメリットがあるということを示すデータをご紹介したいと思います。これは JDCs の推移資料なんですけれども女性の取締役がいる企業の方がいない企業に比べて株式パフォーマンスがいいということがお分かりいただけるかと思います。赤の点々が女性の取締役がいる企業ということでそちらの方が上向きの線になっているということです。多様な人材が入った方がいろんな発想がですね混ざってイノベーションが生まれて企業により良い効果があるということもございますしまた消費者の半分が女性ですし多くの家庭ではお母さんとかがですね財布の紐を握っているというのは現状を考えますと、女性の気持ちをつかむ企業の業績が上がるというのは当然のことかなというふうに思っています。ただですね、意識を見てみますと、いまだにまだ男社会というようなところが残っているのかなというところがこのデータをご覧いただけるか分かるかと思います。男女共同参画社会男性と女性平等というふうに答えた社の割合というのがやはり、男性の方が優遇されているというふうに答えているところの方が多いというのがお分かりいただけると思います。特に政治の場ですとか社会通念慣習式典などというところでその割合が高くなっているというところでございます。また雇用分野と健康分野についてデータをご紹介してさせていただきますと雇用分野については男女の給料格差これは長期的に見ると減少傾向にはあるんですけれども平成29年の最新のものを見ますと男性一般労働者の給与水準を100としたときにはまだ女性の一般労働者の給与水準は 73.4% というふうになっておりますし介護、看護を留意として過去1年間に離職をした方というのが平成29年には10万人いらっしゃるんですけれどもその中でやはり女性が7割を占めているということで少子高齢化という流れの中でも介護の問題といったところを見ていかなくてはいけないなというところでございます。また健康面で生涯で癌に罹患する確率というのは男性の方が高いんですけれども女性特有の子宮頸がんとか乳がんといったものは若くして発症される方というのが多いものですから年齢別に癌の罹患率を見ますと20代の後半から50代の前半までは女性の方が男性を大きく上回っているという状況があります。また女性のライフサイクルを見ますと例えば閉経に伴った女性ホルモンの量が減るというようなところで、50歳代以降になりますと、自律神経に失調といったような症状があったり、イライラとか躁鬱気分といったような多様な症状が出てくると、そういったところにも留意が必要ということが言えます。私の所属しております内閣府はですね、男女共同参画基本法というものを持っております。こちらには男女共同参画社会を実現するための基本理念ですとか、国や公共団体、あと国民がどういったことをするかといったところが掲げられていますけれども、その法律に基づいて、5カ年の基本計画というものがございまして、いろいろな分野で5年間にどういうことに取り組んでいきましょうといったようなことを整理しているところです。で次の改定はですね、2020年と。ということになりまして、今ですね、次の計画をどういったものを入れていくのかという準備をそろそろ始めている時期ということです。5カ年計画の基本計画とは別に、これはいわば年度計画のようなものでございますけれども、女性活躍加速のための重点方針2018というものを作っております。毎年作っておりまして、昨年の2018年は男女共同参画担当大臣野田聖子様でしたけれども、大臣の指揮のもとに作った年度計画でした。
毎年6月頃にですね、作りますので、今年も2019番というものを6月に策定すべく準備をしております。またその時期になりましたらご覧いただければと思います。2018年については特にですね、女性と健康といったところに焦点を当てまして、活躍をする以前のところにもまだ解決すべき問題が多々あるよねというようなところにもきちんと光を当てた計画にしようということで重点方針を作りました。あと最近の法律なんですけど、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律というものを制定いたしました。こちらは女性活躍は元から取り組んできたんですけど、さらに加速させていきたいということで10年間の次元の立法で作っております。で、民間事業者さんについては、行動計画、女性活躍のための行動計画を作ってくださいねということですとか、あとは女性の採用や登用といったようなデータをですね、情報公開してくださいといったようなことをお願いする法律になっておりました。で、これはちょっと今旬の話題ですけれども、この法律ですね、3年ごとに見直しをすることになっておりまして、今年見直しの年度に当たっております。で、昨年ですね、民間庁については厚生労働省さん、それから公的部門、国や地方公共団体については内閣府の方で、どういう取り組みをすればいいのか見直しの議論をしてきまして、この通常国会にこの法律の改正法案を提出すべく今準備をしているところです。民間事業者さんで今まで300人以上の、比較的大規模の企業の方に行動計画を策定したりとか、あと情報公開の義務付けといったものをしてきたんですけれども、これをもう少しですね、101人以上ということで比較的中小規模の企業さんにもそういった取り組みに参加してもらいましょうと、義務付けをしましょうといったような内容が含まれておりますので、今日お集まりの皆様の中でも該当するよというようなところが出てくるかもしれません。ぜひこの法律の成立の動向にも気を配っていただくと幸いです。今ご紹介しました法律に基づいて、それぞれの企業でどういうふうに女性活躍しているのかという情報を見える化するためのポータルサイトを作ったりといったことをしております。他の企業さんどういうことをしているのかということもお分かりになりますし、あとは最近ですと女子学生さんがですね、結構ワークライフバランスですとか女性活躍どういうふうにできるのかなというようなところを見て就活している方も多いので、こういったデータベースにきちんと掲載をして、PR をしていくというのは重要な観点かなと思っております。こちらはですね、厚労省さんの方でやっているところなんですが、女性の活躍加速のためにワークライフバランスを推進している企業を公共調達で評価をする取り組みというものを持っています。エルボシというのを厚生労働省さんの方で決めてまして、ワークライフバランス女性活躍に優しい企業さんに認定のマークを与えているんですけれども、この星を持っている企業について公共事業に参加をする、公共分野の公共調達に参加をされるときに一定の加点がなされるという制度をやっております。もし建設業ということでもございますので、国の事業に参入されるときにはこういったポイントがあるよということを、加点ポイントがあるよということを覚えておいていただけると幸いです。これは世界グローバルで ESG 投資といったものもございますけれども、女性は S、あとは G のガバメントの女性役員というところにも入ってますね。こういったものも取り組み大事ですよというところでございます。これは内閣府でやっている事業なんですけれども、女性活躍してほしいんですというふうに申し上げるんですが、なかなかの該当の方がいないんですというふうな悩みを民間企業の方からいただくところであります。そういった方の要請に応えまして、女性のリーダー役員になるような候補の方を育成するための研修をですね、モデル事業として今年3回目なんですけれどもしております。神奈川、京都ですとか、今年は神奈川、愛知から開催地域というようなところで箇所数を拡大したりですとか、あとは昭和女子大という大学の方と連携したりしてですね、現在も研修をしております。この研修参加している方ですね、非常に好評なのは、そこでネットワークができます、仲間ができるのに心強いですというところと、終了した方を人材バンクという形で登録をさせていただきまして、民間企業の方、特に社外取締役探してますよなんていうのは企業さん、このバンクの中からですね、適切な方がいらっしゃるかどうかというようなところを見つけていただくのにもご利用いただけます。ちなみに社内の取締役、社内から登用される社内取締役と、それから社外からの取締役、事業の方多いですけれども、両方の方がお使いいただけるような研修になっております。女性活躍のために男性の理解が不可欠で
であるということで、男性の意識改革に関する取り組みをしておりますということで、総理直々にリーダーシップ男性リーダーの会というものを作って、企業ですとか自治体の首長さんが私たちはこういうことをしますという行動宣言をしているというような取り組みをしております。これは今200人以上の規模に広がってきています。お父さんというんですけれども、これはどちらかというと家庭の中での男性の協力参画ということなんですが、なかなか料理やったことがないのでハードルが高いよという男性の方に気軽に取り組んでいただけるようにということで、広報啓発のイベント等をやっております。吉本の渋谷市高橋さんにですね、ご協力をいただきまして、お父さん大使というものになっていただいて、全国のイベントに参加したりですとか、お父さんに作っていただきやすいようなレシピの開発をして、ご提供したりといったようなこともしてございます。表彰ものです。女性が輝く先進企業表彰といったものを平成26年度に創設をいたしまして、毎年ですね、総理大臣表彰2社、内閣府特命担当大臣表彰を数社しております。女性に対する暴力の根源に向けて、もう内閣府の普及啓発月間を設けたりですとか、コマーシャルを作ったりですとか、ポスターですね、昨年ワイドショーでも何回か取り上げられたんですけれども、セクハラをなくしましょうということで、これはタレントの東さんが、これもセクハラなのというようなところで、身近なところで気をつけた方がいいようなところをご紹介したりとか、あとはですね、なくす運動というのは11月にありまして、東京スカイツリーですとか東京タワーなども紫色にテーマの色にライトアップをするといったようなことをやっています。こちらの建設業について少しまとめてまいりました。建設業、担い手の確保は喫緊の課題だというふうに思っておりますし、そういった意味での女性活躍推進の余地というのは大変大きいのかなというふうに、政府全体としても他の分野と比べてもそのふうに思っているところでございます。ただ課題現状としまして、他の産業とそれを比べますと、建設業の現場で働く女性の技術者、技能者の方の割合というのはまだそんなに高くないかなというところではございます。で、建設業従事者数自体が減ってきている中でですね、女性の方の数っていうのは増加基調でありますし、女性活躍の機会、こういったセミナーも開催していただいているということで高まってきているということでございますので、ますますの現場での ご尽力の方をお願いできればなというふうに思っているところでございます。移行系の方に女性どんどん入ってきてほしいなという大学でやっているイベントのご紹介でございます。建設業では土木系女子なんていうふうに言うこともあるそうですけれども、内閣府では移行チャレンジ、略して移行チャレというイベントをやっておりまして、大体夏休みの期間、学生さんがいろんな企業訪問したりと情報収集をするような時期に合わせてイベントを開催したりですとか、それからウェブサイトにまとめて情報を発信したりというようなところを行っているところです。そういった応援団体ですとか、ネットワークといったようなものも作っているというところですので、ぜひご関心からウェブサイトの方もご覧いただければと思います。政府全体ではこのような形で取り組んでいますよということでございます。女性活躍の機運が非常に高まってまいりまして、私は内閣をはじめとした政府全体として、女性の方がより活躍しやすくなるようにということで取り組んでまいっておりますので、皆様もぜひ現場で輝いて働いていただく女性を応援していただければと思います。以上です。